健康的だな島での暮らしね。へえ、ちょっと頻度高いって。皆さんこんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2023年6月2日金曜日の午後0時10分です。そして今日は住民のルーシーさんのお誕生日でもあります。イエーイ、おめでとうございます。それでは本日も良い一日をお過ごしください。いつもここでお祝いしてくれよったっけ。おお、なになになに、スマホが鳴っている。なに、久々。おお、パニエルさん。もしもし、こちらはパニエルだよ。突然電話しちゃってすまないね。今年もリサさんと海蔵さんからウェディングフォトの撮影を頼まれてね。また君に協力してほしいんだ。急な話ですまないんだが、私の島へ来てもらえないかな。それじゃよろしく頼んだよ。毎回そんな電話かかってきよったんやっけ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。まあ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 、あ、ちょっと待って、先にさ、私あれ買ってなかったっけ。あ、これこれ、アイナ様、ご注文いただいた見事な名画をお届けします。素晴らしいアートをお楽しみください。なお返品は受け付けておりません。稲荷マーケット、よし、まあ、とりあえず後からねこれ寄贈しに行こう。見事な名画、よしよし。まあ、まずは、あ、そうよ、ルーシープレゼントどうしよっかな。プレゼント、プレゼント、とりあえずなんか今日売ってるものの中にないか見に行く。当日見つけてそのまんま持っていくタイプね。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。なにこれ、これなに、プラモデルかなって思ったけど何の箱、レゴ的な感じかな。全部なんか建物よね。これかな。パッと目についたんよね。そちらの商品はパンダのシャオシャオでございます。お値段は2160ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買いましょう。毎度ありがとうございます。2160ベル間違いなく頂戴しました、よし。そっか、ラッピング持ってないわ。トダラの商品をご覧になるのですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ、ラッピング、黄緑かグレー、グレーで1枚でいいです。毎度ありがとうございます。他にも何かご利用のものはございませんか。いや大丈夫です、ありがとうございました、よし、それじゃあラッピングで包みますか。パンダのシャオシャオ、よし、持ってこ持ってこ、ありがとう、ありがとうございました、しゃー、待ってるよルーシー。お、体操中ですか、健康的でいいね。あら、こんにちは、素敵ね、おしゃべりしよう。島の暮らしは時の流れがゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ、素敵ね。計画的に行動してそう。お、キュウジくん、ゆったりと過ごしてるね。お、アイス食べてた。あれ、君とお話しするのは久しぶりだっけ。うん、キュウジくんは久々な気がするよ、すごく。じゃあ昨日僕がいっぱいおしゃべりしてたのは夢の中の君だったのか。だそう、アイス落とさないようにね。美味しそう。今日みんななんかすごい外で過ごしてるね。アイナ、久しぶりだな。こうやって話すのはいつぶりだ。なんかすごいおしゃれなもの飲んでるね。一徹らしくない感じの、なんかねえ、お茶とかすすってそうなのに。おめえの姿はたまに見かけた気もするが、意外と話さないもんだな。確かに一徹も最近見かけてなかったかな。別に用がなくたっていつでも声かけてくれていいんだぜってか。了解です。めっちゃ眉間にシワ寄ってるよ。ちょいと待って、違う違う、あ、違うんだよ、ここまでで終わりにしないんだよ。
こっちか。はい、たぬきマイレージプラス住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。よしよし。そしてルーシーの家を通り過ぎていくところやっためっちゃ駆け出していきよった。お、来てるね。まあ皆さん、お祝いに来てくださったんですか。嬉しいですよ。あ、私もおしゃれしてくるんだったな。マリンスーツでやってきてしまった。びしょびしょではないけん安心して私のお誕生日会へようこそ私今日お集まりの皆さんからプレゼントをいただいたんですよ。もしかしてアイノさんも何か持ってきてくださったんですか。よう、そういうことは自分から言うんじゃないんだよ。まあ、私も自分から言うんやけどねプレゼントあるよ。私アスモにめっちゃ言ってけんね。今日私の誕生日やけどみたいな。あ、二日じゃないよ。はい、どうぞ。わあ、ラッピングも素敵です。開けてみてもいいですか。まあ、パンダのシャオシャオ、とっても素敵です。大事に使えますね、よ。ベッド脇にでも飾っておくれ。あなたからのプレゼント本当に嬉しかったです。ありがとうございました、よ。よかったよかった。来年もこの島でお誕生日会ができたらいいな、よ。この先もずっと住みたいですというそういうことね。あ、ルーシー可愛いけんね。今日はルーシーくんのお誕生日だよ。最高のお誕生日って思ってもらえるように僕たちでお祝いしようね、です。可愛いね、アンチョビもおめかししちゃって。今日の日記はお誕生日会のことだけですごいページ数になりそうです、よ。なんかあれだよね、みんなちょこっとやってきてはプレゼントを渡して去っていくみたいなスタイルなんかな。プレゼントいっぱいもらったって言ったもんね、みんなにでも今アンチョビしかおらんもん。え、これって最大で何人まで来るの。一人なんか大体ね、なんかこのメインメインとなんか誰か一人が来てるって感じよね。ねえねえアイナくん、ろうそくの数がケーキに立てられないくらい多くなっちゃったらどうしよう。でも現実でそういうのってさ、そうか、ケーキを2つ用意すればいいんだ。僕ってば天才です。なんかあの数字の形したろうそくみたいなの立てよらん。やっぱね、さすがに10代ぐらい、いやでも10代でもな10代でも後半になってきたらもう多いよねやっぱケーキに立てるってなったら一桁台ぐらいまでなんかなお帰りになるんですか。なんだかなご両親ですね。プレゼント本当に嬉しかったですよ。そういえば誕生日にケーキとかは食べよったけどさ、まああれか、成長してからって結構さ、もうホールのケーキじゃなくって普通にショートケーキとかが多かったけん、あれだな、ろうそくとかも別に立ててないな。そういえばケーキが食べれればねあれ、アイナちゃんか。なんか話すの久しぶりだな、あ、心。でもオイラ、お前のことチラチラ見かけた気がするんだよな。あ、水やりしてくれよんかと思ったらマイバッグですかさては、オイラの目を盗んで筋トレサボってたんじゃないか。よし、今日から鍛え直した。厳しい、厳しいよ。でもなんかスポーツしてましたって感じの格好してるね。起きて起きて、寄贈しに来たよ、ふうたくん。ぐご、は、すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。寄贈したいんですけど、本物でしょうか、これ。おう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか。ワクワク。一応この見事な名画らしきものを持ってきたんですけど、おお、これはかの有名な見事な名画ですね。想像してたよりもずっと見事な名画って感じです。はい。え、はぁ、よく見たらこれ偽物じゃないですかそう、想像してたのよりももっとすごい名画だったのに。とにかく偽物を取り扱うわけには回りませんので、こちらをお返しいたしますです。はい。すごい精巧に作られてるんだな。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか。はぁ、ダメだった。
あれでもなんか前にもさ、見事の名画でこんなことなかったっけ、気のせいかな。くそー、偽物捕まされた。なんてことだよ、まったく。すごい空見上げながらアイス食い夜。いいね、なんかスポーツしてる二人って感じ。健康的だな、島での暮らしね。へえ、ちょっと頻度高いって。頻度高いって。しかもほら、もう今日ルーシーの誕生日やけん、アナウンスすらされんかったよ、ジョニー。スースーふが、スースー、起きろよ、おい。今日は学校休みます。ぐー、最近ね、結構みんなの考え方が変わってきたみたいな感じでさ、昔ってどうなんやろ、他の家は違ったんかな、絶対学校行かないことは悪みたいな。そんな風潮まであったような気がするのにさ、最近はもうなんか別に体調が悪いとかでもなく、なんか休みたいって言ったら休ませるみたいな親増えてきたよね。はは、八丁冷えますね。そりゃずっと足使ってたからな。私、海にどのくらい使っていたんでしょう。翼の先がすっかりシワシワですよ。翼もそういう感じになるんか。てかあれなんかな、あれか、プールとか海とかでもシワシワになるん、指とかって。なんかお風呂以外でシワシワを経験したことないような気がするんやけど、あんま記憶にないだけかな。おお、誰かと思いきや、あやなさんじゃないですか。なんという偶然。なんかあったかいお湯とかじゃないとならんのかなって思ったんやけど、でもプールってさ、まあ、授業絶対お風呂より長い時間あるわけやん。シワシワになってないよね。そのなんかプール終わりに浮気をもシワシワみたいなことない気がするんやけど。実は私、また嵐に巻き込まれて遭難してしまったのです。ジョニー一生の不覚、速やかに仲間に連絡して早く助けに来てもらわなければ。ほら、この通信装置さえあれば。で、オーマイゴシ。ね、大丈夫？なんか毎回毎回壊れては自分で直しよる感じやけど、ボロッボロじゃない？業者さん頼んだ方がいいって。それか新しいの買った方がいいよ。私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バキバキに割れて、通信装置のパーツがほとんどなくなってます。これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのを、ただ待つしかありません。しかし、それでは一体いつになることやら。お願いです。どうか通信装置のパーツを集めてきてくれませんか？まあ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 、探しましょう。本当ですか？ジョニー感激です。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まっていると思います。数はここほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方はお任せするのでよろしくお願いします。すべて人任せ。待って、スコップスコップ。いや、てかさ、私今の通信装置の形を見て思いよったけど、私のスマホがさ、あれなんよ、 iPhone X なんだけども、もうね、何？ iOS のアップデートがされないんすよ。私の iPhone X 終了のお知らせやわ。言ってまだしばらく使うんですけども、だって今さ、めっちゃ気軽に、なんか昔はね、でも iPhone になってからはあれよね、なんかガラケーって結構みんなポンポン買い替えよったイメージなんやけど、なんか iPhone ってさ、みんなバキバキになっても使ってない。いや、私 iPhone バキバキになったことないけんさ、わからんねえけど、その辺の感覚はわからんねえけどさ、みんななんか画面バッキバキでもずっと使いよるイメージなんよね。友達とかもそうなんやけどさ、なんか大学とかでもさ、まあその机の上にスマホとか置くわけやん。バッキバキな人とか結構おった気がするんよね。まあバッキバキでも使えるもんね。なんかあれじゃない？すごい精密機械なんやろうけど、 iPhone めちゃくちゃ丈夫よね。だって私も、スマホね、まあ一応、もちろんケースに入っとるとはいえ、
通に落としまくるもんな。しかもせっかくケースに入れとるのに全然むき出しの部分で落とすっていうあるあるよね。えでも全然使えとるもんな。やべえって思うんやけど。よし、二つ目。なんかなんなんやろうね。みんな、何年経ってもずっと使いよるっていうか、ま、何年経ってもずっと使えるっていうのがね、あるもんね。だってめちゃくちゃ、だって iPhone X でも何年前のやつやろ。ま、全然当時買ったものとかじゃないんやけど。え、どれぐらい ?4、5年とか。私、いつもあれやもんね。お下がりお下がりやけん。え、だってそれで全然使えるもんね。あの、バッテリーさえ取り外すというか、バッテリーさえ取り替えれば。バッテリーはやっぱり数年で寿命がやってきてしまうので、パフォーマンスめっちゃ悪くなるもんね。正直私、今の iPhone X もさ、バッテリーが若干ちょっとまた怪しい感じになってきたけん、そろそろバッテリー変えんといかんかなーって思いよった時にね、まさかの iPhone X自体がっていう。手に取ってくれてサンキュー。今までのダイアリーを整理していたら面白いレシピを発見したんだ。そのレシピを瓶に詰めておくよ。僕のありったけの愛とともに。よかったらチャレンジしてみてほしい。ヤサオより。うわぁ、ヤサオっぽい手紙。便箋からして、鉄骨の壁。持ってた。持ってたよ。これレシピとかも住民に渡せたりするんかな?渡したところで別に作ることはないんかな?あ、夏の貝殻や。そっか、もうそんな時期っすね。やっほー、モニカ。こんにちは。あは、お話ししよう。実はあたい、一日のうちで今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね。あは、昼過ぎ、わかるよ。まあ、昼過ぎ、寝てるんですけどね。だいたい。お休みの日はさすがに起きてるけど。く。夜勤明けで帰ってきたらね、余裕で、12時過ぎとか、寝てますね。これ4つ目かな?さあ、残る1個。ラスト。なんか今日見つかるの遅くない?さあ、出てこいよ。お!よっしゃ、来たー。こんな近くのやつぐらい自分で掘り出してよね、まったく。あー待って待って待って。観光望遠鏡が。ふぅ。よし。見つかりましたか?あったよ。どうぞ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。どう?揃ってた?ベリーベリーサーチ。これで通信装置は治ったはず。集めただけで治るとかどういう状態だよ。ジョニーより。これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとうさんです。いえいえ、よかったっすよ。めっちゃ走り回ったんやけんね。なんかこれいい感じに X みたいになってない？放置してるだけなんですけども。待って、勝手に歩き出さないで。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか家の横から見えてる像がいい感じやね。大きさ的にも。